サンエン台湾、サンエン。ズズ、今日本に来て撮影をしてるわけなんですけれども、うん、どうですか日本は。結構観光はできた？いっぱい物を買いました。あ、いっぱい物買った。化粧品とか、テレビとか。おお、じゃ結構観光もできてるか。でも、ちょっとズズ一人で観光してたら、多分行けないとことか、わからないところとか。そうです、いつも携帯で Google マップ。あ、そうなんだ。だから今日は特別に日本の男の子とデートするっていう企画を考えたから。これはもう渋谷を2人で歩くっていうデート。ということで早速デート開始。サイエン台湾。今日はここ。ハチ公。そう、ハチ公で待ち合わせ。多分もうついてるはずだから、ちょっと行こうか。はい。僕の知り合いなんだけど、かっこいい。かっこいい。かっこいい人で。本当ですか？そうそうそう、今い。旅してる。負けねえぞって気持ちで。うわ。寝てるか今ここで。今ここでちょっと人を待ってます。だから負けねえぞって渋谷にいる。インタビューされてるねあの。そう。今朝なんか大雪降りまして全然寒くないんですよね。大雪なのに今日半袖着てる人いる。あの人ちょっと。わあ。これ変わってる。ちょっと怖いね。違う人さ。はい。うん、すいません。はい。横山さんですか？あ、横山です。あ、すいません。お待たせしました、本当に。じゃあ、今日のデートの相手、横山くんでーす。おー、よろしくお願いします。はじめまして。寒くないですか？いや、全然。特徴ですか？特徴ですね。はい。いや、説明していいですか？今日のファッションポイント。はい。今日あの台湾の方とデートするって聞いたんで、はい、あの台湾ってあったかいじゃないですか。だからそっちの方に服装を寄せた方がリラックスできるんじゃないかなって思って、冬の日本の格好だったらあんまりね馴染みが薄いんじゃないかって思ってこういう格好で来ました。ズズちゃんの顔引きつってるんでリラックスと真逆の方向に行ってるんですよ。いい説明ですよね。でも今日は日本にデートします。そんな格好が多分台湾でデートする方がいいです。わかりました。まあそんな横山君ですけれども、もともとサイエンジャパンのメンバーでいつもライブにも出てくれて、日本に住んでるということなので、うん、日本ロケの時はよく出てくれて、今日は日本にねあんま馴染みのないズズちゃんを観光デートに連れてきたという企画です。じゃあ早速デートをしていきましょう。イエイ。じゃあヒカリエ行きましょう。ヒカリエって知ってますか？知らなかった。あの渋谷に割と最近できたなんかデパートみたいなので、なんかいろいろお店が入ってたりレストランが入ってたりっていう、今割と渋谷で最も熱いスポットなんですよ。渋谷来るなら外せないぐらい。わあ、楽しみ。はい、というわけでヒカリエの4階に来て、やっぱりデートの定番はショッピングなので、ショッピングを楽しみましょう。何のショッピングですか？何がいいですか？いや自分で考えろ。なんか服とか見ます？刺さってね、これ選択肢を間違えました。そうだよ、お前だけだよ服に興味あるの。まあ買わないにしてもこう見て回って、あ、日本って今こんなのあるんだとか、これいいじゃんみたいなのを探しましょう。いいよ。ここアイス売ってますよ。アイス食べれる？はい。石鹸です。実は食べれません。食べたら体の中が綺麗になっちゃいます。店員さんですか？はい、実際店員みたいな。何の違いを見ますか？これは微妙に、はい、色が違います。はい、色しか違いません。あ、これ何ですか？伸びるんですよこれ。じゃあ何の色ですか？これは、これでさ、圧力があったらこうやふうに、うわー、怖い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 。で、圧力がどんどん、じゃあなんかむしゃくしゃした時にこう、三原、おお、強いぞ、三原、おい三原、頑張るよ、もっと。そうだぞ。すいません、もっと頑張れよ。もっと頑張るよ。お前だよ、しっかりしてくれよ。そうだよね、そうだよ。どうして私が説明する？そうだそうだ。すいません。これも、これ紙相撲だ。こうやって、お、頼む、綺麗に立ってくれ。え？いや、これが正解ですもん。これでトン。違う違う違う。え、これ今動画見てる方、いや、お前こんなのもできねえのかと思うんですけど。ちゃんと説明してくれ。そうですよね。今、この通りやればいいんだよ。なるほど、組み合わせるんですね。
どっちですか？私、クマ。じゃあ僕、お相撲さんで発狂に残った、あ、僕の勝ちです。はい。いや、待ってください。もう一回しましょう。え、どうして？いや、やめましょう。おかしいな。返してくれ。横山さん、はい、というわけで、ご覧いただきありがとうございます。もう終えようと。ちょっと横山くん、頼むよ。今回の企画は、あの台湾人の女の子を観光デートに連れてくるから、デート中に紙相撲なんて俺聞いたことないし。みなさん最近日本住んでないから。ああ、最近流行ってる。いや、流行ってねえし。もうちょっとほら、ここ日本だみたいなところをちゃんと紹介してもらわないと。せっかくずず台湾から来てるわけだから。すいません、航空機代はお返しするんで。日本の代表ですよね。そうそうそう、日本の男の子代表、サムライジャパンとして。それちょっと代表しすぎだけど、まあ、ちょっともう次のとこ行こうよ。光はまあちょっと、光はクソって言うけど、いやいや、お前がクソなの。うん、ここ何か分かりますか？3人の8号前なんですけど、あっち見てください。はい。渋谷のスクランブル交差点って言って、めちゃくちゃ有名で、1日で行き来する人の量が世界でも有数な交差点なんですよ。はい、青になったんで渡りましょう。まあ、本当は赤の時渡ってもいいんですけど。はい、というわけでスクランブル交差点渡り終えて、次に渋谷の定番スポットがここセンター街です。いろんなお店がいっぱいある、まあ、商店街ですね。お店とか居酒屋とかがいっぱいあって、みんな渋谷来ると大体ここに行って時間を潰すんですよね。じゃあ何のお店行きますか？何でもあるんで、ブラブラしながら決めましょう。おお、雪だ。なんか面白いスポットがありますか？面白いスポット、お店もいいです。はい、というわけで渋谷のセンター街で一番面白いスポットが山田電機ラビです。あー、ラビです。あーじゃないよ。だって面白い場所って言うから、渋谷センター街面白い場所イコールラビ。そうですね、ここ何にもある。いや、合わせなくていい、合わせなくていい。まず面白いとこイコールラビも繋がんないし、センター街イコールラビもあんまり繋がんないし。三原さんはラビのこと批判して何が楽しいんですか？批判してるわけじゃない。ラビさんにはいつもお世話になってるんですけど、今回の企画は先ほども言った通り、台湾の女の子を日本のデートに連れていくっていう企画なんで、もっとこうロマンあふれるとこというかね、デートがね。大丈夫、私ちょうど洗濯機があるから。洗濯機欲しかったんだ。あとゲームもありますよね。私ゲームが好きだから。6階に、6階に。おお、じゃあ早速行ってみよう。洗濯機コーナーです。横山さんは洗濯機がこだわるがありますか？僕、乾燥機やっぱついてた方がいいですね。待って待って待って、え、ガチで洗濯機買おうとしてる。これすげえつまんないよ、今の。え、いやでもなんか一面白いから雪とみんな勘違いして。いや全然しないし、これ YouTube としてすげえつまんない。これ洗濯機のこだわりみたいなの話そうとしてたけど誰も興味ないと思う。すみませんでした。ということで、まあ、デートがあと30分ぐらいですかね。まあ、今のところちょっと横山くんがね、まだあんまりいいところを見せられてないというか、まあ、横山くん自体もあんまりこういうデートに慣れてるような子ではないので、ちょっと心配なんですけど、まあ、でもきっと彼は僕の信頼のおける後輩なので、ここから挽回してくれると思いますので、ぜひ皆さん期待してください。まだ画面を閉じないでください。はい。これはピカチュウのウーフォーキャッチャー。ピカチュウ好きなんですか？ポケモンが好きです。僕もポケモン好きです。本当ですか？一番好きなポケモンはヤドンです。これが僕の一番好きなポケモンです。似てる。お、似てるわ。ヤドンじゃん。野生のヤドンだ。あ、似てる。ありがとうございます。お、今日初めて褒められたな。うん、どう？楽しい？楽しい。お、見ても楽しい。あ、見ても楽しい。買わなくてもね。もしかしてピアノができますか？聞きます。手が冷えちゃってうまく吹くか分かんないんですけど。ついに名誉挽回の機会が。以上、キラキラ星でした。すごいです。うん、まあ誰でも弾けるよね。でも素晴らしい。素晴らしいね、これ。ラクラクモード。いや、違う満点。
雪が強くなりました。大丈夫ですか？余裕です。大丈夫ですか？雪大丈夫です。ですよね。なぜなら傘があるから。三原さん氷だって。三原さん氷になるよこれじゃ。頼むよ横山くん。ちょっと中入りましょう。いやーやっぱりねちょっとお腹すきません？ちょっとすいてきた。渋谷のデートといえばクレープ、これがもう定番。早速並びて買いましょう。はい。何しますか？フルーツ、カスタード。決め手は黒糖。はい。横山さんは何を注文したいか？僕は抹茶チラミスです。決め手は適当。やばい空気これ。あー、三原さんは僕は焼きリンゴミルフィーユを。決め手は適当と見せかけて、適当。あ、お笑いタレント。お笑いタレントそんなつまんなくない？いや、面白かったっすよ。いや、面白くない。お笑いタレントみたいでした。やめろ、変なフォロワー。イエーイ、クレープが来ました。最後にしてついにデートっぽいね。最後で挽回しようと頑張りました。嬉しいね、これは。嬉しいです。あ、よかった。スイーツが好き。おお。だけで飲みましょう、冷めないうちに。乾杯。乾杯。待って。どれ？美味しいです。台湾のクレープは皮が硬い。日本のクレープは柔らかいです。すみません、なんか言わせたみたいになっちゃって。まあクレープ食べると寒いから体が温まりますね。どうして？これはどうしてかというと、クレープって温かい食べ物のイメージがないのに食べると体が温まるくなるっていうのはそんなわけないやんけっていうボケなんですよ。本当は温かくならないです。ちょっと難しくて分かんないね。分かんない。これが分かるようになればもう日本をマスターしたようなもんです。頑張ります。いい子いい子だな。はい、はい、終わりました、はい、どうだった？最後楽しかったです。まあ美味しかったもんね、あのクレープね。そうです、うん、まあ最後以外はそんな楽しくなかった。いや、うん、なんか洗濯機の部分も洗濯機。じゃあ100点満点で言うと何点？80だって。今日は本当に皆さんにはあの見苦しいところいっぱいお見せしちゃって申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけど、この反省を生かして次頑張りたいと思います。まあでもズズが80点って言ってるから、まあ俺は確かに20点ぐらいだと思ったけど。じゃあ足して100点で。え？80点、20点、合体100点で。満点は200点です。あ、満点は200点の80だ。はい、出直してください。ということで今日の動画はおしまいですね。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。この動画が好きならこのチャンネル登録してグッドボタンを押してください。それから私たちのツイッターもついているよ、フォローしてください。それじゃあバイバーイ。